ついに姿を現した謎の組織の首領ビワコ、そして喫茶店に現れたサヤフェル。するとその横にはなんと桃の洗脳が完了してしまっていた。しかし3人の勇気を合わせて洗脳を解くことに成功。お父さん、分かってるから何も言うな。さあ、あとは悪を倒すだけ。頑張れドリレンジャー。無事に桃は取り返したけど、謎の組織の狩猟は行方知れずね。手がかりもないから探すこともできないし。今日のカレー一段とうめえ。一体どうしたら。ドリレンジャーに何かを訴えかけるパンダ。お腹空いたの？そうか、前回来たサヤフェルの匂いを探っているのよ。うまくいけば奴らのアジトに行けるかも。案内してくれるのね。うん。普段は寝ているだけの喫茶格安の看板ペットパンダがついに活躍。抜群の嗅覚で謎の組織のアジトを突き止めろ。ゴードリレンジャー、ゴーパンダ。ワン。どうやらここがやつらのアジトのようね。どうでもいいけど、パンダって猫科じゃなかったっけ。うん、そういえば。ビワコだ。ついに現れたわね。幾人もの男を手玉に取ってきた顔をしているわ。ふん、お前みたいな小娘に私の男遍歴など分かるわけあるまい。みんな変身よ。秘書も全開。ドリーレンジャー。いつもの掛け声でドリレンスーツに変身だ。三色の勇気でビワコを倒せ。覚悟なさい。うん、お前らだと私に近づくこともできないわ。36歳脱出し、バツイチまではギリセーフ。バリアー。なんでまだなの。近づけないわ。というか重みが半端じゃないわ。でもカレーは無事だったわ。待つんだビワコ。いや、レッド。そんな名前とうの昔捨て去ったわ。お互いになるんだレッド。話し合えばわかる。心の傷は治らないんだよ。一体二人の間に何があったのマスター。やはり話さなければならないのか。あれはというわけで、レインボーのベト、レッドのビワコはたもと若さめになったんだよ。はあ、よくわかったわ。ふん、そんな過去の話今更なんだって言うんだ。説得は無理か。仕方ない、かくなる上はこのドリレンムチで俺のケツを叩け。ドリレンムチ。このムチでマスターを叩くと、その叫び声で地上300メートルを超える最強ロボ、コングロボが召喚される。違う、手首のスナップを効かせて。全然ダメだよ、まだまだ、まだまだ。ちょ、そこの後ろの二人さ、見てないでお前らも叩けって。俺のケツのとこに入ってくからさ。音が、おう、いいね、今の、今のいいよ、今のいいよ。さあ、もっともっと、もっと音を意識して、パーン、する感じで。もうちょい、今のいいね。いいよいいよ。あ、ロボ来る、これロボ来るよ、ロボ来る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 。おたけびを上げるマスター。果たしてコングロボの召喚は成功したのか。次回最終決戦、ビワコ対コングロボ。みんな次回も応援してくれよ。